はい、ジェイス。今回なんですけれども、ついにシェイプシフターも、チーム3が出て、ラストということで、登場しましたね。まあ、長かったもんでね、3週間にわたって配置されましたけど、今回はですね、シェイプシフターズチーム3の、関連選手と、選手評価ティアリスト、やっていきたいと思います。ということでね、チーム3なんですけども、まあ、ラストにふさわしいというか、まあ、タイトルにもありますけどね。本当に強い選手も、盛りだくさんで登場しておりますし、まあ、なんといってもなんかもう、早かったなと思って。大会のシーズンが終わって、シェイプシフターからまた動画とか再開してましたけど、意外とあっという間に終わった3週間だったなっていう印象はありますね。まあはい。まあ、いつものように、最初は選手紹介やって、最後にティアリストやるので、ぜひ最後まで、ご覧いただけるとありがたいです。じゃあそんな感じでね、前置きはこのぐらいにしといて、早速本編の方を見ていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、ということで、早速やっていきたいんですけれども、まずは現役選手のね、順にバーッと紹介していって、で、次にプレミアムですね。チーム3のプレミアムのシェイプシフターズの選手の紹介。で、ここからは、チーム2期間で、SBC とか目標できてた選手の紹介をやっていけたらなと思います。で、その後に、最後アイコン、来てるアイコンをやって、終わりにしたいと。紹介を終わりにしたいと思います。で、その後に、ティアリストって感じ。はい。では、早速じゃあ見ていきましょうということで、まずですね、ポグバ。うん。ゴーゴーになってきてますね。はい。身長191センチの役割意識がハイロー。ハイロー。で、利き足右、スキル5、逆足5と。で、ポジションが右できますね。これはめちゃくちゃ値段が高騰する理由もわかるなっていったところで、右利きで右できる選手でスキル5、逆足5って、なかなかいないですからね。うん。で、能力こんな感じで、詳細じゃないわ。特性がこんな感じになっております。4行。4行もありますね。なんか、いつぞやのなんか、てかラメラみたいな感じ、今作来てる。ラメラもめっちゃ特性持ってるんだけど、多いな。まあ、全部持ってますね、大体。スピードリーは持ってないのか。スピードリー欲しかったな、個人的に。で、能力見ていきますと、まあ、ペースもね、93、97ともうポグバじゃないです。はい。で、シュートも、攻撃ポジション95、蹴ってる97、シュート98、ロングシュート90、もうすごいですね。ボレー高いの嬉しいですね、個人的に。シュートはめちゃくちゃ、安心感ありそう、55だし。うん、で、視野、ショットパスともに、もともとポグバなんでね、ここは高い水準を。保ってるって言ったところで、あとはドリブルが、アジリティが85で、フィジカルが99なので、元長野選手になっており、で、リアクション94、冷静さ94、ここがね、本当にトップティアの選手たちに比べたらちょっと若干低い部分かなとはあるんで、ここがどう影響するかっていうところは、ありますね。あとバランスがね、86しかないけど気になるところでは、うん、結構よろけたりしちゃうのか。でかい選手はね、基本的にバランスが低めに設定されてるんでね、このバランスが高いでかい選手ほど個人的には強いなと、うん、でかい選手に。だって、ジャンプじゃないわ、ヘディング95もあるので、で、ジャンプも95なんで、クロスゲーもできますし、まあ、守備はね、ある程度はまだ、ポグバのね、性能を保ったままです。で、アグレッション90、フィジカル99、スタミナ90。スタミナ90か。もうちょい欲しかった。まあ、文句ないでしょう、このカードに。うん、ちょっと気になる部分は何点かあるけど、まあ、基本的にもう、ぶっ壊れの選手かなとは思いますんで、で、価格も500万とかね、するんでね、この時期で。めちゃくちゃ強いんじゃないかなとは思います。うん、もう言わずもがなで、目玉選手になってるのかなと。チーム3の思いますね。はい、という感じで、ポグバ以上です。じゃあ次、フェリックスですね。身長181センチの役割式がハイミディ。利き足右のスキル5、逆足5になっておりまして、ポジションは CM ができますね、サブポジ。うん、で、能力と特性はこんな感じとなっております。うん、フェリックス、守備がね、謎に80あって、うん、もう少しね、どっちかというとじゃあ、左サイドとかで来てくれて、こう、攻撃性能もっとパラメータ、上がってたら嬉しかったなっていう部分はあるんですけれども、まあ最悪ボランチもできる、ウィングバックもできるような、仕様になってまして、キャム CM だからね。うん。で、5、スキル5、逆足5になってて。まあね、前線で基本的に使うのがベストかなとは思うんですけれども、まあ若干ね、やっぱシュートがちょっと低かったりとか、うん、ペースも超、もうちょい欲しかったなっていうところとかはありますね。はい。で、アジリティ95のフィジカルが80なので、ちょうど爆発なので、まあフォークとかでフィジカル上げてあげて、控えめで使ってあげたりとか、
あ、でも身長181か。あ、じゃあ控えめですね、ペリ。ギリギリ80までが確か、あの、爆発する身長だった気がする。あ、控えめか。じゃあハンターでいいか。ハンターでいいですね。うん、あ、でもまあ、言うて95、94のペース94か。うん、フォークはね、44上がるんで、言うて99、98にできるんです。あ、でもボレーが90しかないんで、フォークはボレー上がらないんで、ハンターでもいいのかな。まあ、爆発でもね、強かったとは思うんですけれども、シェリックス、そっか。なんか、普通に、ウィンターワイルドのやつとか、爆発かと思う。うん。でもまあ、フェリックスね、やっぱ、カバー選手、なんていうの、EA の、カバー選手っていうか、なんでしたっけ、プロモーションに使われる選手、なんて言ってたんだっけ、ちょっとど忘れしたんですけど、まあ、それのあるので、なんか謎に強い、昔から、ちょっと前から起用され始めてね、FIFA のカバー選手っていうか、プロモーションの選手に起用されだしてから、めちゃくちゃなんか謎に強い力持ってるますし、開幕とかね、コスパでもね、めちゃくちゃ使いやすいですし、うん。なので、全然強いのかな、実際。なんかこう、能力値以上になんか強さを感じる選手には、なってるんじゃないかな、とは。思いますね、うん、でアウトカーブシュート力90でアウトカーブなのでまあアウトカーブもねふんわりなるっていうところでアウトカーブも狙いました。まあ使い勝手はめちゃくちゃいいしまあスキル逆足5でねありがたい選手かなとは思いますね。一回は使ってみたいですね。はい、という感じでフェリックス以上です。じゃあ次、はい、ロリスですね。またキーパー最後も登場するんかいっていったところで身長188センチの役割意識がミディハイ、利き足左のスキル4逆足5にアップグレードされてます。でサブポジが CDM で、能力と特性こんな感じですね。うん、慎重なクロス対応いやだからいらないって、うん、といったところで、まあ、能力パッと見た感じまあもうほとんど何でもできるオールラウンダーな選手に進化してて、これはこれでまあなんかねラビオみたいな、うん、ちょっとラビオ味を感じる。身長もでかくて左利きでボックスタイプでっていったところで、まあラビオハイハイですけど、ロリスの方は右で入ってたところで、ちょっと攻撃性能を落としたラビオみたいな能力してますね。で守備はめっちゃ上げたラビオみたいなね。うん、守備意識も94あって、ラビオがね、守備意識がね、低かったんで、その分ロリスはマジで守備にパラメータ結構振ったっていうような感じになっております。うん、で、同じフランス人で。ラビオはね、セリエの、ユベントスですけど、こっちはプレミアで、スパーズなんで、ケミもね、全然二人とも組みやすい。まあなんか似てるなとは思いましたね、パッと見た能力。うん、で、パスがめちゃくちゃうまい。視野が99、ショートパス98。めちゃくちゃうまいですね。で、シュート力、ロングショート高いんで、ロングショートテイカー持ってないのか。うん、まあでも、パワーショットとか、パワーショットとかめちゃくちゃうまいのかなと思いますね。で、ドリブルは、まあ、アジリティ83の、フィジカルが97。最近もう、この、いかにも調整しましたよっていう能力値でもう、めんどくさくなったんですかね。出すようになりましたね。ちょっとね、こう、16とか、15とかで調整してたのに、もう最近ぴったり14の選手が増えてきたっていうところで、83、97、なんかよく見る気がしますね、この黄金比。うん。で、バランスはね、95あるんで、めちゃくちゃ体は強そうだな、コーローテ。で、冷静さ、リアクションともにいいですし、インターセプト、守備意識、タックル、ここめちゃくちゃ高いので、ナイスです。で、ジャンプもね、99あって、ヘディングも90あるんで、コーナーの競り合いとかもね、空中戦も強いと思いますし、スタミナ90がね、やっぱ中盤の、選手でちょっと若干ここは残念な部分ですかね。それ以外のねフィジカルとか積極性はね素晴らしいものを持ってるんで、スタミナがねどうせなら欲しかったなといったところではありますね。はい、っていう感じでロリス、てかロリスケインのケミ合わせれるのかロリス、ロリスはあんまり使わないようにしましょうっていったところで、ロリスについては以上です。じゃあ次、はい、マグワイアですね。身長194センチの役割意識ハイミディ、利き足右のスキル5、逆足4になってて、ポジションが ST に変更されておりまして、サブポジが、CF となっております。で、能力と特性となっておりますね。うん、まあマグエイヤ、やっと来ましたね。なんかリークっていうか、プレディクションとかでね、よくね予想されてはいましたけど、やっとここに来て登場といったところで、まあなんていうんですかね、なんだこれといった感じなんですけどまあ ST に進化してて、でポジショニング96、決定力96、シュート力99、これ93、まあ、ST ですね、能力は。うん。で、加速、スプリントともに速くて。うん。で、アジリティ80で、フィジカル99なんで、めちゃくちゃ長いっす。はい。で、パスがね、若干視野は気になるけど、ショートパス、ロングパス、カーブはともに全部高い。だってこれ、若干、パスのところは視野が気になるかな、感じですね。あ、でもこれ、エンジンでも長いですね。アジリティ84までしかいかない。エンジンつけろって言われてます、この選手。エンジンつけてちょうど15か。ちょうどではないけど。うん、エンジンナーがですね、ケインみたいな感じですかね。
いやもうやだよこれまた増える、まあ、実際ね今週の CF で、マグワイア対戦したんですけど、まあ早いのは早いですけど、まあ、ぶっちゃけなんかそんなに他の長い選手で強い選手とそんなに大差はない感じではありましたかね、うん、能力もなんか飛び抜けてめっちゃ強いみたいな、じゃあ例えばこの能力でペースが99ですとかいうわけではないんで、まあ、シェイプからねいっぱい登場したスキル5での長いライカルトと、そういった選手に比べてなんか特段抜けてるっていうわけではないね、うん、でアウトカーブ持ってるのは嬉しいところですが、シュート力は90、まあふんわりは打てないですね、まあ、マグワイアにねなんかふんわりのアウトカーブ打たれたら逆になんか腹立ちますけどねはい、でパワーヘッダー持ってて、まあ、ジャンプ、ヘディング性ともに95、92なので、競り合いはめちゃくちゃ強いのかなと。うん、で、フィジカルももちろん99で。スタミナが80だしか、まあ、アタッカーでもまあ最低スタミナ90はこの時期は欲しいかなっていったところで、まあ、マグワイアについては、以上になります。じゃあ次。はい、クロスターマンですね。身長189センチの役割式右ハイ、利き足右のスキル5、逆足4ったところで、センターバックから LB、LWB に、変更されております。で能力と詳細は、ジャイスロ特性ジャイスロ、いやサイバーにしたからって言ってマジでジャイスロつけないでほしいけどな個人的に。出張が本当にね反対サイドまで出張してくるのが本当に嫌なんでジャイスロはマジでいらんな。まあ、スピードリとね、彼の身のこなしはね嬉しいなといったところで、で能力見た感じまあそうですね、ペースもマクロスターマンは元から速いんでこのぐらいの、速さになってました。でパスもめちゃくちゃ上手くなってますし、でシュートがね謎に決定力とか、シュート力攻撃ポジションは高い、でドリブルは、アジリティ83のフィジカル97ん見た最近これ多いんよな、もうちょうど14にさせるためのねアジリティ83フィジカル感じますね、はい、まあ、でパスは上手くてドリブルは、まあ、バランスは高いのはありがたいですしリアクションが96、ただ冷静さが90なんでね、クロスターマン昔からね、冷静さなんか低いんです。ずっと。はい。で、守備が、守備意識92あるの嬉しいですね。で、フィジカルもジャンプ97、スタミナ98、めっちゃこれは嬉しい。で、フィジカル97の積極性90と。まあ、サイドバックで使ってもいいですけど、まあ、リケルメと似たようなタイプなのかなと。長く慣れて LB だけど、右利きで右ハイ。まあ、面白い選手になってんじゃないかなと。リケルメよりも、守備は、強くなってる選手なんじゃないかなと。ただリケルメの方が、まあ、シュートとかパスに関してあとドリブルとかに関しては分が上がるかなっていったところですかね、ただ全然強いと思いますし、まあ、センターバックでね起用も全然できるのかな、まあ、守備能力はね若干気になるんでセンチネルとか、アンカーとかつけてあげた方がいいかなとは思うんですけれども、センバとかで使う場合はね、ただまあセンバもやれないことはないでしょうし身長でかいですからね、であとはまあポジ変して右サイドバックに持っていったりとかしても面白いのかなとは思いますね。中盤起用もでもね全然やれそうだけど、まあでも中盤なら別に他の選手で一回もこの時期は、で特になんか攻撃性能的なアウトカーブとかフィネスとか持ってるわけじゃないんで、ってなったらまあディフェンスラインでどっかしら、まあ、どこでもできる選手っていうのはありがたい、ディフェンスラインのどっかしらのポジションさせるのがいいのかなとは思います。はい、じゃあそんな感じでクロスターマン以上です。はい、じゃあ次、リサンドロ・マルティネスですね。リサマルですね。身長178センチの役割式ハイハイ、利き足左のスキル5、逆足4と、なっております。で能力と、特性がこんなます。リサマルってもともと守備的ななんかあれ特性持ってなかったんですかね。ダイビングタック、パワーヘッド、センターバックなの多分持ってなかった、で能力に関してなんですけれども、まあ高精度シュート持ってて左からのカットイン、右からのカットインで左足で振り抜くっていうような、使い方もできますし、まあ、左足でね、左足というか左利きなので、左サイドに置いてアウトカーブ狙うもよしなんですけど、アウトカーブの、ね、特性は、持ってないので、かつシュートがね92なので、まあ、この能力で特性ならアウトカーブ狙えないし左に置くメリットはあんまりないので、右サイドで自分なら使う場合はね、でペースはまたもちろん高いですし、サイドで今回来てる。でドリブル値がもうちょい欲しかったかな、サイドで来るなら。アジバラは優秀なんですけど、まあ、リアクションとね冷静さも悪くはないんですけど、ドリブル値が93しかないので、ってなったらもうちょいね軽い選手がいっぱいいるので、そこがどうかなっていったところであり、でパスはまあ試合93、ショートパス96と、まあ申し分ないですし、クロスも高いです。でシュートもねこの時期にしては若干低いのかなっていう、サイドアタッカーにしても、決定力とかもね95前後ぐらいは欲しい、まあボレーもね85しかなくて若干ちょっとシュート減ったのかなっていう部分はあり、で守備が78、まだあるので、どちらかというと前線で使うよりはウィングバックで、
使ってあげた方がいい選手になってんじゃないかなと個人的には思いますね。うん、シュート能力とか攻撃性能の低さから見て、うん、だから5バックとかサリーバックのウィングバックでサイドバックはもう厳しいと思う。で、フィジカルの部分はジャンプ83しかなくて、まあ、じゃあここもね、身長がそんなに178cm、83しかないんでジャンプ、うん、サイドバック起用はねやっぱダメかなと思います。うん、でスタミナが96あってフィジカル83のアグレッション8、うん、まあ、マジでウィングバックだな。こうやって全体の能力見てみたらウィングバック起用がおすすめの選手になっているんじゃないかなと思います。はい、じゃあそんな感じでリサマル以上です。じゃあ次、はい、トレントですね。やっと来ましたね、トレント。まあ、シェイプでくるくるって言われててやっと来ましたね。身長180センチの役割意識がハイミディ、利き足右のスキル5逆足4に、なっております。で、能力じゃないわ、サブポジが、キャム CF できまして、能力と特性はこんな感じになっております。まあ、フィネスとアウトがね両方ついたって言ったところで、まあ、ペースシュートパスドリブルフィジカル全部を取っても優秀ですし、特になんかこうダメな数値、あ、ボレーが低いっす、ね、ボレー低いから簡単なシュート意外と外したりそう、横横からのダイレクトで合わせるシュートをポスト当てたりとかしそうなところはあるかな、といったところで、まあこれ SBC で来てる選手なんですけれども、価格が40万とかするのかな。まあぶっちゃけコスパには見合ってないかなとは思うんで、この時期で来てる割に結構その人気価格、まあこの後紹介しますね。カンデも一緒なんですけれども、まあ、人気を考えてのあの金額になってるのかなとは思うので、ってなったらまあ無理して作る必要は個人的にはないのかなと。もうこの能力、同じような能力してまだこれより安い選手いっぱいいますし、トレード不可なんでね。で、SBC のね、素材もだん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 皆さんも枯渇してきているのかなとは思うので、でなったら無理して作る必要ないし、まあ期間がねそんなに鑑定ほど長くはないとは思うんですけど、まあ作りたい人とかファンカード向けの方若干そっち寄りなのかなとは思いますね。まあ別に全然弱くはないと思いますし、普通に強いとは思うんですけれど、うん、他にトレード不可のね技作るほどではないのかなと思いますね。自分は多分作らずに見送るかなとは思います。はい、じゃあそんな感じでトレント以上です。じゃあ次、はい、ルシロンですね。身長175センチの役割意識ハイハイ、利き足右の、スキル5逆足4になっておりまして、ポジションが LB から、RB に変更されておりまして、サブポジが、RWB と RM、 RM できるのは逆といった感じの能力と、特性こんな感じになっております。ジャイスロ、もうええってジャイスロ、本当にもう嫌がらせ、本当にジャイスロやめてくれほんまに。はい、といったところで、フレアとね、スピードに持ってるのはありがたい。うん。で、能力も、ペースがもう98、98とほぼカンストしておりまして、まあ、シュートもね、攻撃性能悪くないですよ。で、パスの部分がね、視野がね、若干こう、今ね、来てる選手たち、90超えてるサイドバック増えてきてる中で、若干低いなっていうのは感じますね、パス能力の部分。うん。で、ドリブル、守備、フィジカルに関しては、まあまあまあ、もうこの時期のサイドバックにありがちな能力かな、といったところでありまして、で、まあ、スタミナ95、スタミナカンストしてたら嬉しく、そういう付加価値は欲しく思います。もともと LB の選手で、今回利き足も右になって、登場してて、あ、右サイドバックで登場してるんです。まあ、この利き足右に変えるならさ、左から右に。右から左に行った選手、リケルメ、ターマンとか、その辺もね、左利きにしてくれよって言ったところではあるんですけど、このなんかね、やらしさ、EA さん、やりますね、といったところで。まあ、そうですね、ブンデスの RB は、まあ、フリンポンとか、ムニエとか、そういった選手しか選択肢はなかった部分ではあるんで、ってなった時に、まあ、ルシオン登場してくれたのはありがたいのかなと。で、身長175センチですけれども、ジャンプ86あって、まあ、アンカーとかつければ95ぐらいまで、ジャンプいきますし、競り合いもまあ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 、ギリギリできる選手にはなってんのかなと。あ、センチで寝るでもいいのか、ペースほぼ完走してるから。うん。なんか若干、なんかこう、クラウスはパスうまい。うん。まあ、ザハとか比較対象になるのかな、同じポジションで最近来た選手。でもザハね、今使ってるんですけど、めちゃくちゃ攻撃性能は高いですし、ドリブルとかね、攻撃の選手なんで、どっちかといえば、守備の人なんかなと、ルシロンに関しては思いますね。スキル5で来てるんで。若干攻撃性能も高いし、攻撃に注目して使うっていう方もいるかもしれないですけど、個人的に能力だけ見たら、守備の方が活躍してくれるんじゃないかと思いますね。はい。で、ハイハイなのはありがたいです。といったところで、ルシロンに関して以上です。じゃあ次。はい。なんと言えばいいのか。俺たちのキングゴッドカイルウォーカー、来たんですけれども、
とうとうやりましたね。もうシティがアタランタ戦かな、あれいつだっけ、チャンピオンズリーグでアタランタ戦ウォーカーがキーパーやった試合があったんですけど、エデルソンだっけ、ブラボだっけ、いやブラボじゃない、エデルソンが退場した。ちょっとあんま記憶が曖昧じゃないんですけど、まあ、いつぐらいのチャンピオンズリーグ、 2,3 年前ぐらいかなのチャンピオンズリーグで、ウォーカーがキーパーで実際出場して、そっからウォーカーのキーパー TOTW で来いよみたいなことがあって、その時期に、まあ何年ぶりかの登場、やっと待望された登場といったところで、スキル5逆4 意味ねえだろキーパーにしてスキル5逆4は。まあ、こういう遊び心は個人的には大好きですけどね。キーパーで登場させるし、何かしら付加価値いっぱいつけとこうみたいな感じ、じゃあスキル5逆4にしとくかみたいな、これなんか5-5にしてても面白かったとは思いますけどね。で、キーパーしかできませんと、もちろん。能力がこんな感じになっておりまして。キック一番下手なんかいっていう、フィールドプレイヤーなのに。フィールドプレイヤーなのに、キック一番下手なんかいって、突っ込まれるだろ、これ。全員思ったでしょうね。フィールドプレイヤーから GK にしたのに、いや、キック下手なんかいっていう。で、特性に関してが、ロングスローじゃなくて GK ロングスローにしてくれよ、ここ。これ普通にスローインの方のロングスローの特性なんで、つけるならさ、GK ロングスローの方にしてほしかったっすね。なんでロングスローにしたんか。で、スピードドリブル持ってて、まあ、元からロングスローとスピードリだけかな、ウォーカーが持ってんの。サイドバックの方のね。で、積極的なクロス対応と足でのセーブが追加されております。まあ一回試しでね、いつか使ってはみたいっすね、ここまで来たら。一回試してみたいですけど、まあ、身長がね、キーパーとしては、さすがにちっちゃすぎる183センチなんで、まあ、カンポスとかその辺と変わんないですからね。だったら、多分若干っていうか、まあ、ぶっちゃけ、キーパーとして純粋に強くはないと思いますけど、まあ、お遊びで、一回、使ってみたい選手とかはありますね。目標とかのね、シェイプシフトカップとか、そういったところでね、当たった人とか使ってみてください。楽しそう。一回は使ってみたいですね。はい、ってな感じで。オーカー以上です。じゃあ次。はい、で、こちら目標のガビですね。身長173センチ、役割式がハイハイ、利き足右のスキル4、逆足5で、ポジションが RB に変更されておりまして、サブポジも、ウィングバックで、能力と特性こんな感じです。ダイビングタックル持ってるのありがたいです。ジャイスロ。いや、だからさ、サイバにする選手、マジで全部ジャイスロついてんじゃん。いらんって、多分、EA さん分かってないんちゃうかな、反対サイドまで出張しに行く。こと、てかあれを良かれと思ってやってんのかな、普通に良くなくない、ジャイスロね、さ、投げる人多分10人いたら1人いるかいないかレベルでさ、右サイドバックが LM ぐらいのところまでの位置まで行って、左サイドの奥の方で投げた後、なかなかポジション戻っていかないからさ、すぐに、で逆サイドをサイドチェンジされて、ボール取られてサイドチェンジされて、そこをぶち抜かれたら終わりだしさ。マジでやめてほしいんだけどな。で、能力に関しては、そうですね。まあ、パスはもちろんガビなんで、うまいまま、維持しております。まあ、ペースはね、95、95と、いい調整のされ方してますね。で、ドリブルもね、ガビなんでうまくて、守備、フィジカルもね、うまくて、で、逆足5なので、まあ、最近スキル5、5-4 の選手の方が多くなってきてたので、まあ、ここら辺で一回、4-5の、サイドバック出してきたのかなといった感じではあります。で、バルサの、右サイドバックできる選手が本当にクンデとアラウホしか多分現状いなかったと思うので、バルサスカット、使ってる方はめちゃくちゃありがたい。まあ、ちょっと若干ね、バルサスカットやるぐらいだから、ちょっと若干ガビアルフィアのサイドバックで使うのはあれですけど、まあ、実際ね、リアルでもね、ポジションコンバートはあるので、そこは目をつぶってね、ガビ実際サイドバックやる可能性はね、ゼロではないんでね。まあ、いや、使ってみてください。といった感じです。まあ、強さ的にはそんなにめちゃくちゃ強いっていうわけではないのかなと思いますね。まあ、目標できた選手っていう能力ではあります。といった感じでガビ以上です。じゃあ次。はい。ミニリリースできた、カマビンガですね。今朝登場した選手ですね。はい。で、身長182センチの役割式、はいはい。利き足が左の逆足、スキル逆足が4になっておりまして、ポジションがね、LM これできるのめちゃくちゃありがたいです。で、能力と、特性こんな感じになっております。ダイビングタックルって持ってなかったっすよね。いや、超ロングスロー。マジで全員に追加してますね。やめてくれ、本当に。もうこれ以上言わないっすけど。またいったところで、ダイビングタックル持ってて、この能力なんで、まあ、めちゃくちゃ、強い、守備戦、強い守備戦の選手
になってんのじゃないかなとは思いますね。で、レアルでフランス人でね、まあ、全く同じポジションにメンディーがいますけれども、多分ね、今後メンディーね、なんかフッティーズとか、例年通りだと、来たりする選手ではあるので、人気選手なんでね、メンディーが。なので、まあ、4-4に一旦抑えといった感じなんですかね、調整した感じです。で、アジリティが85の、フィジカル91なので、ちょうどアンカー、91で、アンカーはフィジカルプラス8なので、ちょうどアンカーで、長いに、なれますね。で、ペースも99になって、まあ、アンカーつけてくださいって言ったような能力ですね。で、まあ、守備はね、ダイビングタックル、スライディング特性持ちなので、めちゃくちゃ、カプテビラみたいな、守備の強さはあるんじゃないかなと。で、守備意識も87、いいんじゃないか。で、もともと中盤の選手なんで、まあ、ドリブルに関しても、まあ、長いにはできますし、まあ、速さは、あるので、ドリブル値もねサイドバックにしちゃ高い方です。といった感じですね。彼並みのコンディションついてるんでね、ドリブルとかめちゃくちゃ全然サイドバックの長いの選手の中では動かしやすい部類にはなってるのかなと思います。はい、じゃあそんな感じでカマビンが以上です。じゃあ次、はい、ムサデンベレですね。こちらミニリリースでの登場といったところで、身長183センチの、役割意識が右、はい、利き足右のスキル3、逆足3といった感じですね。で、ポジションは CB のみ。で、まあまあまあ、もうこれは超ロングスロー。これは、まあ、そうですね。まあ、そんなに言うことはないかな。加速84で、スプリント91で、まあ、ペースもね、そんなにこの時期にしちゃめっちゃ速い方ではない。で、守備はね、まあ、92はもういっぱいいますからね、センターバックで92なんてこの時期。で、フィジカルも、フィジカルは、ジャンプフィジカルは高いですけど、まあ、スタミナと積極性はそんな高くないって言ったところで、で、リアクション冷静さもそんなですし、まあ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 、そんなに使われない選手なのかな。他にね、リーグワンでも強い CB いますし、無理して使う選手ではないのかな。あと身長183センチの。まあ、ボランチ起用のポジ編でとか、ならいいんじゃないか。アンカーで使いたくて、まあ、ビエラみたいな選手を、中盤に置いて、デンベレを CB に置いて、で、試合始まったらポジション入れ替え、デンベレをアンカーに、感じの使い方だったらいいんじゃないかなとは思いますね。まだその方がやれるのかなと思います。こんな感じですね。以上です。はい。で、ここからは、プレミアムの、シェイプシフターの、紹介していきます。ゲッツェですね。身長176センチのハイミリ、利き足右のスキル5、逆足4。で、ポジションが右全部できて、左もできる。RB 以外は右全部できて、LW も一応できるって感じ。で、能力がこんな感じで、特性がこんな感じになっております。まあね、特性もそうですし、能力もそうですし、まあ、リーグと、まあ、ポジションというか、国籍見た感じは、まあ、虫やら。チープ虫やら。まあ、安い虫やらですかね。虫やら自分持ってたんで、月来たせいでめちゃくちゃ値段下がっちゃったんですけど。まあ、本当に能力値的にもね、虫やらと、似通った部分もたくさんありまして、シュート力90なんで、アウトカーブもちろん打てますし、まあ、虫やら同様、高精度シュートも持ってるので、まあ、カーブ値93しかないですけど、まあまあ、大丈夫でしょうといったところで、まあ、視野もね、高いですし、まあ、ペース、パス、ドリブル、めちゃくちゃ上手い選手になってるんじゃないかというところですね。ただ、まあ、虫やらとの大きな違いに関してなんですけど、まあ、虫やらもね、もちろんスピードドリブルは持ってないんですけど、やっぱ異常に速いんですよ。虫やら。で、異常の速さってどっから来てるんかなって思ったら、やっぱドリブル値がカンストしてる部分であったりとか、あと身長が183センチ。まあ、オワイランとかも183、4とかあって、ボディタイプがリーンといって、まあ、リーンで180超えてて、ちょっと足が長いような操作感に関しては、速さが出るのかなと思うんですけど、まあ、ゲッツはね、ボディタイプが、アベレージかつ、身長が176センチしかないので、虫やらほどの、速さは、まあ、パッと能力見た感じではないのかなとは思います。まあ、ここは使ってみないとわからない部分では、ありますけれども、そこはちょっと若干能力見ただけでは思いますね。ただまあ、虫やら同様ね、守備が、できて、守備意識も80にあって、ウィングバックでの起用とかも、できるので、まあ、虫やら変えなくて、変えないよっていう方はね、ぜひゲッツェ。ケミもね、優秀ですし、ポジションもね、右に来て優秀なので、虫やらと違ってね、ぜひそこはね、アド取れてる部分なんで、使ってみてもいいんじゃないかなとは、思いますね。はい。といった感じでゲッツについては以上です。じゃあ次、ペペですね。身長183センチの、役割意識がハイミディ、利き足左のスキル4、逆足5になっております。間違えた。で、サポジが ST といったところで能力と、特性こんな感じ。特性はめちゃくちゃ、スピードリも持ってて、テクドリも持ってて、フレア、アウトカーブ、
ロングショットテイカー、フィネスと前線に欲しい能力結構全部っていうか結構てか全部持ってんだ。うん、パワーヘッドがあったらさらに最高でしょ。うん、まあ、意外と、能力見ても全然強いですし、まあ、視野90、あ、視野じゃない、アジリティ98とかドリブルも96あるんで意外とキュンキュンそうですし、利き足は左のままですよね。うん、でも逆足5あるんで、まあ、ボレーが若干気になる部分ではありますけれども、うん、まあ、あの意外と使ってみたら予想以上に強いなってなるタイプの選手と思いますね。うん、やっぱ特性がこんだけ優秀なんで足の速さも想像以上に感じるんじゃないかなとは思います。で、身長183センチ、あ、虫やらだ、スピードリー持ってる虫やらだあの引き足左のうん、といった感じですね。めちゃくちゃ足は速いんじゃないかなと思います。うん、まあなんかね、使う機会があったらぜひ使ってみたい選手ではある。こんだけ特性優秀ならね、コスパはめっちゃいいのかなと思います。はい、そんな感じです。ペペ以上。はい、じゃあ次、今週のプレミアム最後ですね、エンネシリになります。身長188センチの明かり式ハイハイ、利き足左のスキル5、逆足3と、なっております。で、左利きのスキル5で逆足3といったところで、まあもう2回やった選手が、NC にもいるのでそんなに紹介はしなくていいのかなと思います。まあ特性はね、スピードリーアウトカーブ持っててフレアも持ってるんで優秀なので、うん、こちらもペペ同様、意外と使ってみたら意外とやれんなってなるコスパのいい選手かなとは思います。コインとかがね、持ってない方はぜひ、コスパいい選手だとは思うので使ってみてくださいといった感じですかね。はい、じゃあそんな感じでエンネシリ以上です。じゃあ次、はい、ここからはチーム2期間に、登場してた、選手、目標選手とか SBC 選手紹介していきたいと思います。ルメカですね。本当に誰かわかりません、あの申し訳ないです。はい、身長170センチの役割式、はい、ミリ、利き足右のスキル4、逆足4と、まあ先週のリンクス枠ですね、44ですし、うん、まあ能力もなんか似てる感じです。うん、まあ言うことないかな取って誰でも取れるんでね、勝手に取れるんで、まあもしサブで使いたい人がいたら使ってくださいって言って感じですね。あとまだ始めたてのね、今作始めたての方とかで試合してたら勝手に取れる選手なんで、まあぜひ使ってみてくださいって感じですかね。そういった、うん、多分ずっと長年ね、長年というか、まあ1年通して FIFA やってる方は別にもう使う選手ではないのかなと思いますね。まあ多分今始めた人とか方向けに多分誰でも取れる強い選手を多分配ってる、補填みたいな感じだとは思うんで、扱い、うん、そういった部分かなとは思います。はい。という感じで、以上です。じゃあ次。はい。グバルディオルですね。身長185センチの役割意識、ハイハイ、利き足左のスキル4、逆足5で、シームが可能になっておりまして、能力と特性こんな感じになっております。まあ、グバルディオルね、うん、ボランチで登場しましたけれども、能力のバランス、すごくいいですし、さっきね、紹介した、ロリスとか、まあ、そのロリスの時にも話しました、ラビオとか、左利きのね、こういうボックスタイプができる、中盤ってなかなか少ないんで、まあ、貴重な、左利きボックスタイプの中盤っていうことにはなります。うん、で、能力がね、決定力とかが予想以上に高くて、かつ守備もね、グバルディオルの強さ残したままで、うん、攻撃性能がここまで高いとね、本当にありがたいなとは思いますね。うん、で、アジリティ82のフィジカル95なんで、ここ元長じゃないのは若干残念な部分はあるんですけど、うん、黙ってシャドウがつけれないっていう、うん、部分で若干残念な部分はあるんですけれども、まあ中盤別に長くなくていいよって方はね、そのまま、黙ってシャドウつけとけばいいんじゃないかなとは思います。うん、ただまあこういう選手の長いってなんか強いイメージはあるんで、一回長いでは試してみたいから、とりあえずアンカーから試すっていう手はありかと思います。うん、で、視野もね、うまいですし、ショートパス99、ロングパス98、めちゃくちゃ上手くなっておりまして、まあ普通に最近ね、センターバックで、ボランチできる選手、増えては来ていますので、そういった選手ね、ポジ変してそのまま、戦場で起用してあげるのもいいんじゃないかなとは思いますね。うん、フィーチャースタイルのグバルディオルがね、あんだけ強かったですし、で、サイドバックもできたんでね、サイドバック起用でも全然いいです。うん、ほんと、こう、使い勝手はいい選手になってはいるので、一応自分は、作ろうかなとは思いますね。はい。といった感じで、グバルディオルについては以上です。次。はい、ブッフォンですね。身長192センチの役割式が右、はい、利き足右のスキル4、逆足5と、なっておりまして、サブポジションなしで、GK ベーシックがまたついてますよといったところで、能力と特性こんな感じ。うん。まあ、ブッフォンはね、値段めちゃくちゃ安いですし、SBC 価格とね、SBC 価格の選手と変わらないので、まあ、トリフカちょっと使ってあげればね、安く済ませれますし、作って損はない選手かなと思います。うん。で、能力見た感じもね、ペースは89ありまして、で、守備がね、96と、本当にトップクラスに、守備値だけで言うならトップクラスに強いので、
まだ使えてはないんですけど、めちゃくちゃ気になってる選手ではあります。うん、で、プレミアムシェイプシフターなので、誰でも意味関係なく使えますし、で、ジャンプ96、フィジカル95、積極性95 で、リアクションと冷静さも99で、本当になんかセンターバックに欲しい能力。うん、ロングパスの名刺持ってて、ショートパスとロングパス97、97。うん、これめちゃくちゃ3バックの一角でも、あ、真ん中に置きたいですし、5とか3の真ん中 CB に置きたいですし、能力的にはマジでめちゃくちゃ、魅力的な能力に、作って損のない選手なのかと思います。もう終わっちゃったのかな、ちょっとわかんないです。うん、ぜひね、まだあったらね、作ってみてほしい。いずれね、試したいです。うん、ちょっと今ね、セリアの選手いないんで、入れれないんで。はい、といった感じでブッフォン以上です。じゃあ次。はい、カンテですね。エンドオブエラカンテ、来ましたね。まあ、本当にカンテ、サウジのね、行っちゃい、カンテまでサウジに行っちゃったんでね、来作からカンテ使えないのかって思って、ちょっと残念な部分ではあるんですけれども、カンテの紹介です。身長168センチ、右、はい、右利きのスキル485にアップされて、ポジションは CM。まあ、ここは、シェイプシフターの選手ではないので、ポジションの変更はなしで。うん、で、能力と特性こんな感じになっておりまして、追加特性とかもといったところで、まあ今まで散々ね、TOTY にしろ、TOTS にしろ、散々、トップクラスで君臨し続けた、選手だったので、まあ何かしら、そのトップメタじゃないわ、5大リーグで使えるうちに、その5大リーグとかで使うのが多分ラスト、サウジ年齢的にもラストになるんじゃないかなとは思うんで、ってなるともっと、まあ、役割式とかもハイハイにしてみたりとか、ゴーゴーで出したりとか、ポジションもね、なんか真ん中全部 CB までできますとかだったりとか、まあ、能力もね、守備カンストも99にして、フィジカルも95とかで、シュートも90ぐらいまで上げると、うん、でもダイビングタックルつけちゃうと、なんかそういったなんかもっと付加価値いっぱいつけてあげてよかったんじゃないかなとは思いますね。で、環境ぶっ壊しになるからっていう理由はね、もうセルゲイとか、ミリサビ？セルゲイじゃないわ。ミリサビとか、バニャミリサビとかね、キーパーをこんなやってる時点でもう環境壊れてる、ぶっ壊れてるようなもんなんで。ってなると、もっとカンテね、なんかいろいろ付加価値つけて欲しかったなっていうのが正直なところですね。うん。FIFA19 とかね、20とかで来てた TOTY カンテよりも、多分、シュートがね、90ぐらいあった気はするんで、シュートがそんなに高くないって言ったところでありますし、まあ、もちろんね、能力は守備もほぼヘディング制度以外カウントしてるんで、まあ、守備線としてはめちゃくちゃ強いとは思いますし、スキル4に、逆足5になったことで、ダブルボランチの一角とかでも、使いやすくはなってるんじゃないかなとは思うんですけれども、もっと欲しかったなっていう、せっかくなんでね、ハンって本当に、なんか自分は過小評価されてる選手だなと思うんで、うん、本当にすごい選手だとは思うんで、もっとこう、なんかこう、欲しかったっすね。悲しいな。で、自分結構今までね、愛用してましたし、今シーズンも、バースデー観点にしろ、ウィンターワイルド観点にしろね、めちゃくちゃお世話になってきた、FIFAシリーズでもお世話になってきた選手なので、いずれ作りたいなとは思いますね。うん。なんか最後に使う機会、ここの最後に使う機会なんか逃したくはないなと思うんで。ちょっとね、価格がね、異常に高いですけれども、まあ、期間がね、8月とかぐらいまであるんで、いつかね、8号無限アップグレードが来た際に作ろうかなと思います。はい。といった感じで、一旦、現役選手については、以上になります。ちょっと次ね、アイコンの選手見ていきたいと思いますので、こちらどうぞ。はい、ということで、アイコンの選手準備しました。じゃあ早速能力見ていきましょう。アイランリですね。身長188センチ、役割ハイ、ミディ、利き足左のスキル5、逆足5と、なっております。ついにね、来ましたね。まあ、右で登場というところで、まあ、キャムもできます。で、能力と特性こんな感じになっておりますと、言ったところで、まあ、待ち望まれてた、アンリの特殊カードついに登場といったところで、まあ、このキャンペーンアイコンでね、唯一と言っていいほど、アンリが、ワールドカップアイコンとか、TOTY アイコンとか、まあ、いろいろ来ましたけれども、一回もね、選出されずに、今シーズンほんまに終わってまうんじゃないみたいな感じでしたけども、さすがにやっぱシェイプの、チーム3で来ましたね。うん。ではもう能力が、とんでもないことになっておりますね。ペース98と、ドリブルも98、ほぼほぼカンストしておりまして、シュートもね、シュートが、うん、若干、ウィンガーで来てるんで、抑えられてる、部分ではあるんですけども、ただまあパスはね、もちろんうまいですし、カーブもあって、まあ、特性がね、アンリー元からめちゃくちゃあって、フレアパスとか、ついているので、まあ、高精度シュート、フレア、スピードリー、プレイメーカー、プレイメーカー若干いらんけど、で、アウトカーブ、
フレアパス、チップシュートと、まあもう本当に特性も優秀すぎる特性全部持ってるんで、まあ足、だからバペとかよりもワンチャン足速いんじゃないと思って、身長から考えてもでかいです。で、まあもちろんさすがに長いにはなんないんですけれども、フィジカルも86あって、ただペース上げる必要はもうほぼ98なんでないかなと思うので、ってなったらまあスナイパー、アーチテック、ほんとワイペにつけるような、キミスタをつけることになるんじゃないかなとは思うんですけれども、ヘディング99だし、まあフィジカルはジャンプね、76とか、フィジカル86とか、積極性78とかしかないので、フィジカルを上げるケミスターつけてあげたいかなと。まあ、スナイパーかもうアーチテクトの2択かな、この能力なら。うん。マジで一回使いたいっす。自分、アンリめちゃくちゃ好きな選手ですし、左利きがね、ほんとここ。右で登場させたウィンが全部左利きにさせてるんで、まあ右で来た瞬間、うわー、マジかー、頼む、右利きでやってくれーと見ながらフットビンポチって押したら、で、インフォメーションポチ、うわー、左利きだーってなったんですけれども、まあそうだよなって思いつつ、これならね、LW 出してほしかったんですけど、元がね、アンリ、ST と多分 LW 全部できるんで、出すなら多分もうキャムか、RW の2択。で、キャムで出すなら、シュート能力そんな上昇させれないし、ディフェンス値とかめっちゃ上げて、フェリックスみたいな能力にしなきゃいけないってなったら、多分もう脱却策で、右で出すしかない。で、右になったら、あ、もう俺たち、左利きにするしかないんだってなって、多分左利きにしちゃったんだと思います。はい。何やこの妄想。まあでもそんな感じなんだろうなとは。どうせなら右利きでね、登場してほしかったです。まあただこれで右利きで5-5で出しちゃったらね、まあ R9 とか、ワイペとか、そういった選手の本当により強くなっちゃうので、うん、そこは避けたくて、ちょっと差別化を図って左利きにした部分もあるんじゃないかと思います。はい。あとロナジと。といった感じでアンリ以上です。じゃあ次。シュバイニーですね。CB で登場してます。身長183センチの、はいはい、右利き3-5。で、ポジションが CB と RB もできます。で、能力と詳細じゃないわ、特性こんなおります。はい。まあね、センターバックで使ってもいいのかなとは思うんですけれども、まあ身長がね、若干気になるとは言ったところで、うん、で、かつ、そんなめちゃくちゃペースがね、92とか、訓練みたいにあるわけじゃないんで、センターバックで使うにしたら、若干足は遅いのし、ペース足り、身長が足りないのかなって部分はありますね。ただね、能力値が守備と体幹、両方ともに97あるので、そこはもうめちゃくちゃ強いので、体重は最強クラスに、グレードされてるんじゃないかなとは思い、で、まあもちろんね、シュート能力とか、パスとかドリブルも、センターバックの割にもともとねポジションが中盤の選手なので、高い水準保ってはいるのでってなったら、まあボランチとかアンカーで使ってみても面白い選手なんじゃないかなとは。ただまあ個人的にはスキルが3しかないので、使ったとしてもアンカーまでかなと。スーバラの一角ではもうスキル4ないとさすがにきついかなとは思います。はい。特性もね、まあ中盤の能力、ダイビングタックルとかで持ってたらありがたかったんです。うん。ただまあか、もしくは、あれかな。守備戦で使うサイドバックとかで使ってあげた方がいいのかなとは思います。センターバックでやれないことはないと思います。そんな感じですね。シュバイニー自体が以上です。はい、ということで、次、ルイス・フィーゴですね。まず SC の方から紹介していきたいと思います。身長180センチの役割式がハイミリ。で、利き足が、右利きのスキル5、逆足4と、なっております。で、サブポジが CF。で、能力と詳細じゃない特性こんな感じです。詳細で言っちゃうな、特性の。はい。で、まあ、特性は、まあ、アウトカーブ、フィネス、テクドリ、フレアと、まあ、申し分ないものを持っておりまして、まあ、能力見た感じ、普通に、まあ、強い選手、うん、いいカードになってるんじゃないかなとは思いますね。まあ、でも、ぶっちゃけこの能力値でね、同じぐらい強い選手、たくさん出てきておりますし、まあ、ギリギリ爆発にはならないのか。なので、まあ、フォークとかでつけてあげてもいいですし、まあ、ハンターでもいる。ボレーがね、若干低いのは気になる部分ではあり、それ以外は高水準には保って、まあ、全然いいカードなんじゃ思います。はい。ちょっと後で、2枚ある選手は後で、最後に見ていきたい。で、次、ドラです。身長168センチの役割意識がハイミディ。利き足右のスキル5、逆足4となっておりまして、サブポジが左、LMLW ができます。というところで、能力詳細と、特性こんな感じになっております。まあ、特性はね、それは元からね、優秀なものを持ってますし、能力もね、すごいアップグレードされて、まあ、純粋強化、された選手なんじゃないかなと思いますね。うん。身長168センチでね、小回り利くキュンキュン系が好きな方は、めちゃくちゃ、相性が合うという、使いやすい選手になってんじゃないかなとは思います。それはね、ほんと、まだ、こんなにアイコン選手も増えない、FIFA19 とか18とか、こんぐらいかな ?19 出てきたんだっけな、ゾラ。その当時はね、マジでコントロールシュートめちゃくちゃ上手かったんですよ、その当時のゾラ。使ってて。まあ、みんな結構ね、
トップメダとして使われてた印象あるんですけど、その時のズラマジでコントロールシュート上手かったんで、まあ今でもねそのフィネスの上手さは健在かなとは思うんで、ぜひ使ってみたい、久々に使ってみたい選手ではあります。で決定力も高いですし、まあ、能力も申し分ないんじゃないかなと思います。まあフィジカルはねもう身長が、低い分で、ね、もうこの辺はあんま気にしなくてはいいかなと思います。はい、といった感じでズラについては以上です。じゃあ次、はい、バラックですね。こちらも2枚登場してるうちの1人です。RB の方から紹介していきます。身長188の、右ハイ利き足右のスキル4逆足5となっておりまして、右左のウィングバックとサイドバック両方できますよといったところで、能力詳細と特性はこんななっております。ジャイスロ、といったところで、ペースがね、95、自分初めて今見るんですけれども、バラック強いっすね。これスキル4逆足5でしょ。これ守備戦のサイドバックにめちゃくちゃ持ってこいな能力してますね。身長でかいですし、で逆足、守備戦の方はね逆足が5の方が個人的には好きなので、ってなったらマジでこれ強いな。守備戦で使うにはマジで持ってこいだし、右左両方できて逆足後なんで、これめちゃくちゃ使い勝手いいカードに仕上がってます。で、守備能力ももちろん申し分ないですし、ドリブル値が、アジリティ86かー、ここだな、ここだな、今気づいた。これ長いにできたら守備戦としてはマジで最高やんと思ったんですけど、長くなんないのか、じゃあイエローでいいなーってなりますね、個人的に。まあイエローよりね、もしかしたら強い可能性全然秘めてるんですけれども、ドリブルできてね、パスも上手い。シュートも打てます。ただ長いね、イエロー同様なんないのか。まあ、これで長いできたらマジで便利すぎますもんね。そこはうまく調整してきたなってところで、バラックについては以上ですかね。ジャイスロ持って、ジャイスロ、イエロー持ってないしな。個人的にはイエローの方が好きかもしれないといったところで、バラックについて以上です。じゃあ次、一旦、キャンベルですね。はい。身長188センチの役割意識がハイミリ、利き足右のスキル4、逆足4と。5欲しかったですね、ここは。で、サポジがエレームと、左しかできないのもちょっと多い。左はね、本当に、まあ、能力と、特性こんな感じなんですけど、左はもう、これより強い選手いっぱいいますし、まあ、ペースカンストなのはありがたいし、ジャンプとヘディング精度強くて、まあ、こういうね、フィジカルも強いタイプ、まあ、でもいるしな、レオンとか、スキル5でしか。4-4 でこの能力で、ってなったら、まあ、ペースカンスト以外は、ありがたいところあんまないので、ボレーも走る。まあ、そんなに説明することもないのかなと、思いますね。まあ、コスパのはね、めちゃくちゃいい選手にはなってるとは思うんで、多分2、3万とかで買えるとは思うんで、自分は当たったんですけど。といったところで、まあ、多分自分は使うことは多分ないのかな。SBC とかに多分溶かすかなとは。はい。てか、今作またアイコン、これで10何枚目、マジでもう20枚ぐらいいきそうですね、アイコン引いたの。まあ、全部安いんです。一番高いのは開幕当初にベースサールといったところで。まあ、左が、のポジションができる右利きのワイランみたいな。ワイラン左のポジション別にできる。右利き版フィジカル強いワイランみたいな感じですかね。玄関強版といったところです。じゃあ、2枚出てる選手を紹介していきたいんですけれども、まずは、フィーゴです。はい。CM の方、CM の方のフィーゴは、身長180番。ここはいいや。こっちは4-5になってて、ポジションがね、CDM と LM ができまして、能力詳細と、特性こんな感じになっております。まあね、本当に攻撃性の、まあ、ボックスタイプのボランチに仕上がってて、まあ、スキルは4になりましたけれども、逆足が5といったところで、まあ、本当にボックスタイプ、仮想ベリンガムみたいな感じに仕上がってんじゃないかなと思います。なんかベリンガムにね、ジャンプちょっと低いってこと、フェイング精度、まあ、そういう4-5で、本当にトップオブトップの選手たち、ソクラテベリンガム、そこまではコイン使えないなって方は多分こっちのフィーゴの方が安いかなとは思うので、このフィーゴを試してみる価値はあるんじゃないかと思いますね。35万、価格もねそんなに高くないんでね、使ってみてはいいんじゃないかなと思います。もちろんパスも上手いですし、ドリブルもできてし、フィジカルがねもうちょい欲しかった。なんか身長もそんなでかいわけじゃないんで、今上げて、あとミリハイか、僕もなハイハイ欲しかった。はい、でそんな感じです。でもう一人がバラックか。LM の方のバラックですね。身長はここが良くて、スキル5、逆足4になって、こっちも右左両方できる選手になっております。で、能力詳細と特性こんな感じになっておりまして、まあ、こっちのバラックはね、ありきたりな、現環境にはいっぱい登場してきてる。身長もでかくて、足速くて、フィジカル強くて、みたいな選手に仕上がって、ドリブル値95がね、あるのがね、意外と動かしやすいみたいな部分はあるかもしれないですけれど、まあ、無理してスカットにぶち込むほどの選手ではないのかなと思います。こんな感じです。あともう一人は、これだけか。今回ちょっと少ないっすね、アイコン。2枚だけか。2枚出てるのは2枚だけっすね。
はい、といったところで、選手紹介と能力確認については、以上になります。ということで、ちょっとね、また長くなっちゃったんですけれども、最後に、ティアリスト、見て動画締めたいと思うんで、最後ティアリスト、どうぞ。はい、ということで、ラストに、紹介、ティアリストの紹介していきたいと思います。こんな感じになりました。どうですかね。まあ SS ランクから、紹介していくと、まあ目玉の2人アンリとポグバを入れさせていただきました。でもう一人に関しては自分がもう本当に最高なチョイスだなと思ったので、ネタで入れてます。強さは分かんないです。まあキーパーなんでね、もしかしたらめちゃくちゃ強い可能性も秘めてるんじゃないかというところで、僕は入れさせていただいてます。はい、まあここに関してはね、みんなも文句ないかなとは思います。まあポグバがね、若干強さはどうなのかなといったところで、アンリはもう間違いなくね、強さは確証されてるかなとは思いますね。まあポグバがだからどういったところなのかなという部分はあります。長いでね、スキル55で、あの能力55の長いで、まあ次弾強化版みたいな感じなんで、好みは分かる選手にはなるかなとは思うんですけれども、まあ強いだろうというところで、今回 SS に入れさせていただきました。で S ランキーに関しては、まあカンテドは言わずもがね、まあもちろん強いですし、あとバラックのサイドバックの方を入れさせていただきましたね。本当にイエローと同様使い勝手がいい、まあ身長もでかい、攻守ともに活躍できるサイドバックには仕上がってるんじゃないかなと思います。であとはまあフェリックスもそうですね、55なんですけれども、まあ、若干やっぱりそのトップメタの選手と比べたら、全体的に攻撃性能の部分で劣るかなといったところで、数値上ね、うん、なので S ランクにさせていただきました。であとはそうだな、まあカマビンガもね、そうですね、あとカマビンガ、グバルディオル・ロリスに、ターマン、あとルシロン、まあブッフォンもですけど、まあこの辺はディフェンス寄りの選手は今回 S に入れさせていただいたんですけれども、まあこの辺はね、多分結構ね、似たり寄ったりな、能力値がもう本当に多い選手だけども、チョイスの中に、入ってくる、ファーストチョイスの中に入ってくる選手たちではあると思ったので、こうそこら辺はあとその人の好みによって左右される部分ではあるかなって、まあ、基本的に誰が使っても、10点中8点は出してくれる選手たちを基本的に S は置いてます。うん、あ、ちなみにその冒頭で言い忘れましたけど、評価基準とかについてはね、まあ、基本的に SS は世界大会でスタメンで使えるレベル、S は世界大会でもまあ使う人は使うであろうし、基本的に上手い人とか猛者の人たちが、使ってる、使うような選手になっておりまして、A が、まあ、それ以下の選手。まあ、B がそれ以下の選手、C がそれ以下の選手って感じですね。はい。で、A の紹介をしていくと、まあ、そうですね。A はまあ、トレントはまあ、さっき紹介の時に言ったように、そんなに使う価値、コスパも考えたら A が妥当かなと思いました。バラックもそうですね。他に選手がいるっていう。まあ、この A のところに関しては、本当に代わりのポジションで、より強い選手で、値段も安い選手とかもいたりする。使用感がいい選手がいたりするっていうような選手を基本的には、置いてますね。だから、ゲッツェもね、もしかしたら、コスパ考えたらね、S かもしれないですけど、まあ、基本的にはムシアラの方が絶対強いだろうって言ったところで、ゲッツェは A にさせていただいております。でも、いいカードだと思います。シュバインシュタイガーは使い勝手がちょっと若干困るかな。スキル4だったらね、まだ良かったんで。といった感じで、はい。で、ゾラはそう、ゾラもそうですね。まあ、無理して作って使うほどでもないのかなと、この時期。うん、他にね、もっとキュンキュンで強い選手いないことはないので、うん、なので A かなと、他の代わりはいるかなと思いました。はい。であとは BC に関してはそうですね、まあそんなに言うことはないのかなと思いますね。はい、といった感じで、まあ今回ティアリスト紹介しましたけれども、まあ長かったね、シェイプも、チーム3で終わりということで、長かったシェイプなのか意外と短かったシェイプなのか、本当にワンツースリーとね、まあなんか楽しめたやっぱイベントになってますね。本当に毎作シェイプシフターに関しては面白かったなと思います。うん、でコメントでね、ワンツースリーどれが好きでしたかって言ったコメントがね、今週の CF 配信してる時に来てたんで、まあ個人的に今考えてあげるなら1か3か2、いやでも2もね、こんなに大事件が起きたの初めてなんで、2は2で面白かったし、正直優劣つけられないんですよね。まあ、強いて人選だけで言うなら、やっぱり A かな。あ、A じゃない。1かな。うん、やっぱブルーノとか、エマフレーズとかもそうですし、なんか結構こう、メタでいきなり環境ぶっ壊しの強い選手たち、スキルごと強い選手たちとかが結構盛りだくさんできたので、そういった点でやったらやっぱりこう、このシェイプ、FIFA 23もとうとう終わりで始まったな、シェイプがっていった感じのなんかこう、初感も含めて、
チーム1が、個人的には一番かな。もし順位つけるなら。2も3もね、本当に楽しめましたし、面白い選手いっぱい出てきてね、本当に優劣つけがたいんですけど、まあ、強いてあげるならって言ってる ところで、チーム1を選びます。はい。といった感じでね、いかがでしたでしょうか。まあね、ぜひね、参考になれば幸いです。はい。といったところで、今回の動画以上になります。まだの方はね、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンの方も、よろしくお願いいたします。Twitter もね、やってるので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。ってな感じで、今回の動画以上になります。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。